ヨダイ。おう。あ、マジマさん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国はぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。は島の藩が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はぁ、アホらしい。おれ。うわぁ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へぇ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけどしばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。前祝い？おおやす子、せっかく兄弟が来てんねん。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？おう、頼むわ。わかった。なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらん、そんなもん。縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ、まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら一人頭に 3,4 発使えるっちゅうことやな。十分な数や。なあ兄弟。逃げ出すなら今のうちだ。2対10、奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年、下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に安子ちゃんを残したままでいいのか。兄弟、関西弁忘れとるで。あ？お前、人が真剣に喋ってる時に。俺は覚悟できとるよ。
俺もお前と同じや。笹井の親父のためやったら何でもやる。それに、それに、試してみたいんや。冴島大河っちゅう男がこの登場会でどこまで登れるのかをな。冴島、何しとるんじゃ巨大。くそ。あ、俺や。笹井組の冴島や。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああ、そや、ちょっとそっちで。来よった。ああ、もうええ、昼で。なんや、10人以上おるやないか。この人だけは
守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るため。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては私と書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。
んた本当に冴島なのか。本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。せやったらなんやね。神様ってやつは本当にいるんだな。どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。上野清和だよ。あんたに25年前殺された上野清和会の若衆の子分だよ。あんたに親は取られてから20数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた返しっちゅうわけか。そんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるだ。人生がめちゃくちゃになったんは親が死んだせいちゃうやろが。我も極道の端くれやったらな、人生のケツくらい自分で拭け。何をやってるか。さっきの勢いはどうした。ああ、なんだその目は。まだ殴られたのか。おら、おれ、おれ、おれ。おい、斎藤。どれ。おい、斎藤。おりゃ、斎藤。終わりだこの野郎。何なんだこいつは。今日は執行日じゃないだろう。ここまでだ。どうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって二人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。前にお客さんだ。おのれは高くつくぞ。外の奴に指示してあんたの口座に一本振り込ませておく。それでいいだろう。ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。あんまり長居すんなよ。じゃ。
ん？そうだ。例の仏だ。監視の目を盗んでその手のプロだった囚人に媚びさせた。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。まだ俺はやるとは言うてへん。ふん、やるさ。あんたはやる。やるに決まってるさ。どういうことや。上の清和会が生き残っとるやと。ああそうだ。上の清和は今も都内の島で活動している。組織を拡大してな。お前、俺がシャバのこと何も知らん思てでたらめ言うとるんだちゃうんかい。嘘じゃねえ。それに上野は今じゃ東城会の親戚だ。あの事件の後、途上会は上野と五分の逆圧交わしたんだよ。どういうことじゃ。あんたは上野吉原を取り損ねた。だが実質上、あの事件の後の上野清和会は虫の息だった。しかし、上野清和会は潰れなかった。なんでや。それはな、あんたの親父さんのせいなんだよ。親父の？あの25年前の事件の直後、笹井のおじぎは事件の責任を取って急遽引退してしまった。もしあの時あんたの親父さんが引退してなければ笹井組は直系の組として昇格してただろう。なんで、なんで親父は。さあな。笹井が消えちまった今となっては真相は分からん。だが
笹井のおじきの引退により組は解散、そして昇格したのは他でもないあの柴田組だ。柴田組。そう、笹井組と直系昇格を争ってたあの柴田組だ。結局25年前のあの抗争事件は笹井のおじきとあんたから全てを奪い去っちまっただけの出来事だったんだよ。あんたの気持ちはよくわかるぜ、冴島さんよ。さぞかし無念だろうよ。あんたは極道としての義理を貫き通した。失敗だったとはいえ、たった一人で敵対する組織の幹部衆を18人もぶっ殺した。あんたは登場界の伝説なんだぜ、冴島さんよ。でもな、25年前のあの事件、実は裏でもっと面白い話があったんだよ。あの日、あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。そうだろ。実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。
んだなんだ、どうしたんだ、何の音だ、くそ、何が起きたんだ、どうしたんだ、見えねえ、なんだこの酒は、何事だ、何をやってるか、あいつは冴島、これはどういうことだ、冴島、お前どうやって棒から出たんだ、脱獄するつもりか、こんなことしてどうなるか分かってんだろうな、おい、うわおい、俺も出してくれ、お前には懲罰棒も生ぬるい、今すぐここでぶっ殺してる、文句はねえよな、いいな、手加減はなしだ、奴を絶対この部屋から出すな、やれ、先行け。どうした、なんで俺を先に、もともとこの脱獄は
あんたが計画したもんや。せやから、あんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら、俺にとってこの計画はパーや。何言ってんだ、お前。俺はもう、何も失敗しとうない。絶対に後悔しとうないんや。それにあんたは、嫌な奴かもしれん。せやけど、俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。お前、やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ。刑務官が来てまうぞ。あんた、先行け。あ？何言ってんだ。俺はあいつらを足止めしとく。あんたは先に海に飛び込んで逃げろや。佐島、はよせ。なんで？なんかよ、後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ。それによ、お前が二人目だったんだ。信じてくれたのがよ。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地に上がれるかどうかが問題だ。お前には時間がない。先に行け。せやけど、俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。
あんた、それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ、形はどうあれ俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。冴島、冴島、こっから無事でやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組みゃ最強だ。東商会、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。まさき、だからお前はこっから浜崎、逃がさねえぞこの野郎。浜崎、さあ、冴島、キリュウだ。こっから出たらキリュウって男のとこへ行け。何やと、何言うとるんじゃ。おい、そいつは沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、おい。何すんだ、離せよ。おい、おい、やめろ。おい、やめろ。浜崎、くそ。起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。
おじさん。どうしたんだ、ハルカ。おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ。それじゃあ、行ってくるね。そうだ。
断る。なんで？あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするって言うならその訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん言うたら俺はあんたをここで止める。答えはノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用でけへん。なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュー来い。すぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん。ねえ、何してんの、やめて、二人とも。はるか。浜崎に顔向けできん。浜崎。くそ、体が持たん。おじさん、この人。
そうだ、ハルカ。ん？玄関先に置いてあるバッグ、その男の荷物らしい。え？そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。大丈夫なの、鈴木さん。ん？鈴木？ああ。キリュウハンは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。重かった。はい、これ鈴木さんのなんでしょ。おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。鈴木さん、大丈夫？ん？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん、いや、はるかちゃんが、ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんね。はるかちゃんともこれでお別れ。でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていた方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は佐江島や。佐江島大河。え、佐江島さん。そや、キリュウさんにも言うといてくれや。俺は佐江島やったで。あ、うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。あ、おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、佐島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかって、いいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、もう。あ、おじさん、そういえば買い出しは？
ああ、やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。もうこれだから大人たちの考えてることは分かんないよ。なんで、なんかさ、よく勘違いされんだよね、俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいつも舐められるわけ。でもさ、俺一応あの新井の兄貴の射程やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。俺なんか簡単に生け取れると思った？アメンだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても新井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい、
お、それじゃあ。そうです。悪かったの。
第3632回田室町地下闘技場トーナメント、ここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います。いいぞ、やれやれ、うん、決まった。青コーナーより挑戦者冴島大河の入場です。25年前、たった一人で敵対する組織に立ち向かい18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン、裏切りと復讐の脱獄囚、冴島大河。赤コーナーよりチャンピオンの入場です。この男が闘技場に姿を現してから約半年間、学戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男、地下闘技場現チャンピオン、イワン・イブラヒモビッチ。この試合、特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。今ゴングです。誰や今俺に一人増えても問題ない言うてやつは、お前か、お前か、お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんか。こら、ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、
人を殺すっちゅうはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や、殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねえ。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねん。毎日毎日怖い思いせなあかんねん。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらん、こんな勝負は俺は降りる。した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です、帰ってきたんです。親父、さあ親父、ん、さあさあさあ、おやじ、なんでこらいなことに、なんで、なんでや。you
すまん、冴島の旦那。この男が勝手に入ってきて。誰よお前。真島組の南っちゅうもんや。あんたが冴島さんか。真島組やと。何しに来たんや。冴島さん、最後に俺に一つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思てんのか。それで迷うてんねやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。せやけど、親父のためにムショに入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道っちゅう生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道っちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来たときは腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい、頑張るんやで。ほなな。
さすが兄弟や。部下に影響いくしとるみたいやな。まだや、まだ俺は終わってへんで。お親父。待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。これなら警察も近寄れんやろ。さ、行こうか。どこに行く気ない。俺とお前の遊び場や。あそこは行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えんか。真島。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。些細のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったら、なんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口あわらぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。
今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんから。マジマ脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とはちゃう。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで兄弟。兄弟、なんや。お前も俺も変わったな。そうか。昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はないんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、
あれは多分仕組まれたことやってんや。多分せやせやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんやそいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が笹井のおじきやお前それに俺をはめた張本人や。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか。しばらく会わないうちに関西弁うまくなりましたね。よく努力されてるようだ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか。用があるなら早言うてください。柴田礼服ですか。今日は誰かの葬式ですか。いや、それは別に。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけていったみたいです。そうですか。担当直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや。上野清和会を今潰すのは得策ではない。堂島組長がそう判断したということです。何やと。そう興奮しないで。これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田ちゃんと説明してくれや。そもそも今回の上野義治襲撃の計画、あれは堂島組が都内の島拡大のため計画したのがことの発端です。その計画を堂島組は笹井組へと託した。そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の冴島がやることになったんや。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか。何がや。我々登場会はどうして出所直後の上野義治が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか。上野清和会の総長ともなれば組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。内通者。狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか。それじゃどうして上野は。おそらくこの計画裏で上野清和会の裏切り者と登場会の裏切り者とが手を組み仕組んだものなんです。裏切り者やと。ええ、上野が出所後そのラーメン屋にやってくるという情報を出した人間、それを仕入れた人間、それが上野清和会の裏切り者、登場会の裏切り者ということになります。それは誰なんや。登場会の裏切り者は分かっています。笹井秀樹、今襲撃に向かっている冴島大河の親、笹井組の組長である笹井がこの情報を仕入れた張本人です。さ
笹井のおじっき。笹井は上野清和会とつながっている。笹井は東条会に上野が現れる場所の情報を流し、わざと我々が襲撃するよう促した。どうしてそんなことを。戦争を起こす気なんですよ。戦争？笹井は東条会が上野清和会に手を出すきっかけを作り出すことで、逆に上野清和会が東条会相手に戦争を仕掛ける理由を作り出そうとしているんです。そないなことして何の得になるんや。さあ、そこまでは分かりません。ただ上野清和会にとってはこれ以上ない戦争の大義名分が出来上がる。何せ先に手を出したのは東条会なんですからね。きっと笹井は上野清和会側の内通者と手を組み、戦争の事態収拾に動く。そうなれば笹井は一躍東条会の幹部候補として名が売れる。そんなとこでしょう。真島さん、今日の襲撃、堂島組の人間であるあなたは行ってはいけない。このまま襲撃に向かえば堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。真島さん、私の話聞いてますか。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせえっちゅうんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があってもかまへん。俺にとって佐江島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、こういった手荒な真似はしたくなかったんですが、残念です。柴田、あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。柴田、野郎だ、この人数相手に手こずらせやがって。うっいい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても何にも問題ねえってわけだ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。でけへん。何？俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃあ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。ああそうかよ。うわ